1994年のオリックスブルーウェーブでは、1994年のオリックスブルーウェーブの動向をまとめる。この年のオリックスブルーウェーブは、大木明監督の1年目のシーズンである。神戸移転から3年、そろそろ優勝と、行き込むチームは1992年まで近鉄の監督だった大木明を新監督に昇平。大木新監督は就任後に軍でくすぶっていた。 鈴木一郎の登録名を一郎に変えてイメージアップを図り、また打撃コーチに難解と近鉄で活躍した荒井博正を招聘し、投手コーチには球団 OB の山田久志を迎えるなど首脳陣を一新。開幕前優勝候補に挙げられたチームは4月をまずまずの成績で終えるが、5月以降投手陣の不調もあって西部に6ゲーム差をつけられた。後半戦に入ると、 西武のもたつきもあり近鉄、大英も巻き込んで、熱波四強を形成し9月初めには首位を奪う、ものの5連覇に燃える西武の底力に屈し、大木監督の1年目は2位で終了した。投手陣では、阪神から遺跡2年目の野田浩治をはじめ、星野信幸、長谷川茂俊、佐藤義則が、最後までローテーションを守り、防御率3.93は、 リーグ2位だったがリリーフ不足に泣いた。打撃陣では登録名変更の一郎が210安打を放ってチームの看板選手となり、本塁打はリーグ最下位ながらも打率が285でリーグ1位となった。またこの年のシーズンオフの1995年1月に阪神・淡路大震災が発生したが被災した神戸市の山上を見たが奮起し、 翌シーズンの快進撃につながることになる。ありがとうございます。